こんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、4月3日はさつひろの誕生日なんですけれども、私今までさつひろの誕生日になんかサプライズっていうサプライズをしたことがなくって、普通にお家でケーキ作ってご飯食べに行って帰ってきてケーキ食べてプレゼントを渡すっていう、まあ至って普通の誕生日のお祝いしかしてこなかったんで、今回はちょっとサプライズをしようかなって思います。サプライズっていうか、そんな大げさなものではないけど、じゃん、こんな感じで風船だったり壁に飾れるのれんじゃないけど、ハッピーバースデーっていうそういうものを買ったので、それでお家を飾ってケーキを置いといて、ハッピーバースデーっつってあのクラッカーを鳴らしてちょいサプライズをしたいと思います。ということで、まだケーキを作っていないので、とりあえずケーキを作っちゃいたいと思います。で、今さとひろはお家にいなくって、ケルケルとご飯食べに行ってるんで、私は今お家でもうすごいハッピーな感じで一人で準備できるぜ、イエーイって感じなんだけど、やっていきたいと思います。これ今撮ってるのが4月2日の夜の10時です。ということで作っていきたいと思います。二人暮らしをするっていうことで、隠れて 何かするっていうことができないんで、あの申し訳ないんですけど、既製品のやつでやります。ちょっと手を洗っております。で、さとひろに何ケーキがいいって聞いたら、いちごのケーキが好きって言うんで、いちごのケーキを作りたいと思います。いちごはとちおとめを買ってきました。もう私が一個食べたいです。ちょっとね、形がね、なんかね、めっちゃね、これ見て、のっぽのやつがいたんで、これだけ食べていい？普通にお腹すいた。めっちゃうまい。待って待って、普通にさ、これさ、ケーキにしないで全部食べたい。作っちゃいます。なんかさ、二人暮らしして不便っていうわけじゃないけど、サプライズとかドッキリとかしたいのに、なんか準備してる時点でバレるっていうね、それが二人暮らしちょっと難点ですね。まあでもそこをなんとかうまくやるんだよね。私はね、結構ね、顔に出ちゃうタイプなんだよ。ドッキリとかするにもあかんのですよ。じゃーん、できました。ちょっとね、3つぐらいね、いちごが足りなかったんで、もう私食べなければよかったね、1個ね。まあこんな感じでね、24っていうろうそく買ったんで、ここにぶっ刺せばいい感じになるよね。うん、ということでケーキは完成です。それでは一番時間がかかりそうな飾り付けをしたいと思います。なんかね、風船とか飾りがもしかしたらちっちゃいかなと思って、保険かけて2セット買ってみました。片方はお花みたいなやつと星の風船が入ってるやつとかを買いました。まあ何を使うのかわからないけど、とりあえず使いたいものを作っていきます。あのさ、もしあの見てくれてる人で彼氏とかと一緒に住んでて、まあ旦那さんでもいいんだけど、一緒に住んでてサプライズしたい時ってどうやってますか？こそこそ準備するって難しいですか？絶対難しいよね。多分あれだよね、お仕事行ってる時とか、お家でなんかゲーム一人でしてる時とかにこっそりやるとかだよね。幸せな悩みやね。めっちゃでかくない？このお花。このぐらいで、片っぽでこれだからね。じゃん、できました。めっちゃ大きい。これ、こういうのを何個もこうやって飾ったら可愛いよね。見て、こんな大きいのできたんだけど。なんかさ、風船ってさ、粉がついてるじゃん。その粉がついててテープがくっつかなくって壁に貼り付けられなかったので、
ちょっとソファーのところに置いとくっていう感じでやりたいと思います。それでは帰りを待ってハッピーバースデーってしたいと思います。はい、ということで着替えました。いつもは上はちゃんとしてて下はジャージっていう感じで生活してるんだけど、なんかこういう時にジャージでお出迎えするのはちょっと申し訳ないなって思うので、ちょっとそれっぽい服を着てみました。うわー、カテリーが待ち遠しい。早いけど。ああ。誕生日おめでとう。だと思った。曇ってるよ今。誕生日おめでとう。ありがとうございます。いやもうね、駅に着く時間を分かったら教えてみたいなライン来てたから、もう絶対なんかやってるなと思ったよ。同じだねヒロ君。で玄関開けたら何もなかったから、あ、まあ部屋だなと思って案の定でしたね。本当さ、本当ビビるよ。電車事故とか。割っていいの全部。あ、ダメダメダメ。なんで俺がカメラしなきゃいけないんだよ。じゃあ消しますね。あ、どうも。歌ってくださいよ。あら、いい感じじゃないですか。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。生歌初披露じゃない。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアヒロくん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。消してください。あっつ、あっつ、イエーイ、熱っ。ちょっとね、早いんですよ。まだ早いですよ、5分ぐらいありますからね。まだ俺23歳だからね。ごめん、24歳。24歳、拳で語る語んねえよ、21歳だよ。し、俺の動画撮るぞ、ついてこい。こっち来るんだ。はい、はい、写真撮ろう。撮りましょう。日付も回りましたね。食べちゃった。ん、食べちゃった。食べてない、食べてない。いちご一個食べてないよ。何言ってんの。じゃあ、乾杯しよう。食べようぜ。大きいやつにしようと思ったんだけど、いつも飲みきらないからさ。そうね、俺ももう今日飲んできちゃったしね。そう、どうやって開けるよ。どこに打っていいの。エアコンとかバーンって。ダメだよ。分かった、じゃあ受け止めてくれる。やだやだやだ。あのポーチャッみたいな。出てきてるよもう。本当だ。うわー、うわー、出てたー。あ、さ、シャンパングラス今日2個買ったんだけどさ、ああ1個しか届かなかった。準備が遅いんだ。 あの最近のあれじゃん、目黒川のお花見のやつだよこれ。あ、いちご入れる、いちご入れるやつこれ。あ、それじゃあもう、あ、もうそれでしかないよこれ。じゃあ、ハッピーバース。お酒に弱い。お、贈呈式じゃないですか。はい、お誕生日ありがとうございます。じゃあ捨てます。じゃじゃーん、こちらでございます。いつ買いに行ったの。あー、なるほど、結構前じゃん。俺の欲しいものがコロコロ変わってたかもしれないからね。もしかしたら、いや、これいらねって。じゃあリアルな反応していい。え、なんか薄い。また袋、マトリョーシカ。この袋にこれだったからね。予想します。キー触ったら分かる。キーホルダー。そう、キーケース。キーホルダー。え、そうなの。キーホルダー。さあ、何でしょうか。これはこれです。あの、最終的にこれになりました。あの、これからこれです。アマゾンさんですか。アマゾンって過剰放送っていうじゃん。アマゾンさんみたいですね。じゃあオープン。パコーン。紙ー。お、正解。キーケースいただきました。ありがとうございます。じゃじゃーん。ヒロくんね、キーケースいらないって言われたんだけどね、うん、お手紙見たらわかるよ。そうなの、うん、いや、いいよ、嬉しいよ。やっぱね、もらえば何でも嬉しいよ。ほんと泣いちゃう、泣いちゃう。最後なんでちょっとビジネスの話してるんですか。ありがとうございます。僕、あの、こういう時に泣けないんで、はい、あくびでもしますか、今いっぱい。じゃあ今付け替えて。うん、イエーイ、完成しました。こんな感じです。ありがとうございます。これ大事にしますね。ありがとうございます。車の鍵をちょっと中に入れたいな。できました、ありがとうございます。春巻きいただきます。大丈夫だよ。ダメ。ありがとうございます。はい、ということでお誕生日サプライズでした。イエーイ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。さとひろのチャンネル登録は概要欄から、もしくはこちらの右上のiマークからよろしくお願いします。ゲームチャンネル、セカンドチャンネルもありますので、そちらもぜひ。